ヤグモ編3話解決編。あ、もう3話早っ。もう解決？旅館マスヤの一室。電話で指定した待ち合わせ時間に合わせてヤグモたち一行はすでに集合していた。来ますかね。遠峰にことづてを頼んでおいたんだ。その後やつから何も連絡がないってことは相手が承諾してくれたってことさ。だといいんすけど。彼女本当のことを話してくれるでしょうか。話してもらえるよ。やってみるさ。やってみるさ。とはいえ犯人でもない女性一人が相手だ。無駄に怯えさせたりしないよううまくやらないと。その言葉の途中で部屋の扉がノックされる。どうやら時間より少し早いが呼び出した人物が到着したらしい。ヤグモの声に促されて部屋の中へと入ってきたのは。出た。失礼します。三峰社中、お囃子担当の白石ひなであった。どこか居心地が悪そうに何度も姿勢を直しているひなにヤグモは静かなトーンで語りかける。すみません、夜にわざわざお呼び立てしてしまって。いえ、遠峰さんから何か私に話があるって聞きましたけど。そうですね、俺からというより白石さんから話してほしいことがあるんです。私からですか。そうだよ。ねえ、あなたが隠してる真実をね。ヤグモの目にかすかに鋭い光が宿る。それは白石ひなへの聴取開始の合図であった。マックスモード。あの、私が隠してるというのはどういう。すげえ唇だな。その前にちょっと事件当日のことを振り返りたいと思うんです。最初の銃声で桜井さんが倒れた、その後のことなんですが、その後大量のスモークで視界が悪い中、観客がパニックになってさらに銃声のような音が鳴り響いた。そうでしたよね。ええ。それ妙だとは思いませんか。桜井さんを殺害するのが目的ならもうそれ以上の発砲は無意味だ。それは念のため、さらに彼に銃弾を打ち込もうとしたんじゃないでしょうか。彼の死を確実なものにしたくてとか。狙いが甘すぎるだろ。いや、ところがですね、神楽を見ていた観光客の複数から硝煙反応が出た。複数の、それもバラバラの位置にいた観客たちから硝煙反応が出てるんですよ。悪い顔するね。つまりそれをそのまま発砲の形跡と考えるなら、犯人はあちこち移動しながら発砲したことになる。桜井さんの遺体に銃を撃ち込むならその場で続けて撃てばいいじゃないですか。その方が確実だ。なんか言えや。そもそも硝煙反応が出るほど近くで発砲されたんなら、いくらあのスモークの中とはいえ犯人を目撃している人間がいても不思議じゃない。そういうこと。なのに今のところそういう話は一切出てないんです。それ不思議ですよね。それは私にはよくわかりません。硝煙反応とか初めて聞く言葉ですし。まあ確かに。そうですか。ではもう一つ不思議な点を言いましょう。お嬢さんにはわからんか。あの時聞こえた発砲のような音なんですが、事件の時日比谷の足元でも銃声がした。足元から聞こえたという証言があるんです。知ってるんだ。足元、つまり地面スレスレの位置だ。これ拳銃の発砲音としたらおかしな話ですよね。パニックになってみんなが動き回っている時、犯人は寝そべって発砲でもしてたんでしょうか。そんな姿勢をしてたらあちこち踏まれて大変なことになってしまいますよ。
おまけにあのスモークの中、それだけ発砲したのだとしたら誰か他にも負傷者が出ておかしくないのに、それすらない。そんなこと言われてもわからないです。白石だけに白を切るんじゃねえ。犯人がどんな格好してたかなんてなぜ私に聞くんです？そこが大事なところなんですよ。この不自然な証言を合理的に説明するために、俺は一つの仮説を立ててみたんです。仮説？ええ。そのポイントは事件の前に上演された演目、エビスです。なんか勝手に食らってる。顔色が悪くなったようですが。そこで食らう。大丈夫ですか、白石さん。大丈夫です。そうですか。では続けましょう。白石さん、あなたと演目エビスとの関わりですが。はい、エビスで使ったキャンディーは白石が買ってきた。エビスの演目で使うキャンディーを調達する係、そうおっしゃってましたね。まさかあのキャンディーが爆竹みたいな感じ？そう、エビスの際に巻かれたキャンディーだ。あれが重要な役割を果たしたんです。あの時巻かれたキャンディーを受け止めた観客たちはそれをどうしていたか。ポケットに入れていた。そこで硝煙反応が出た。一部の人はすぐにポケットに入れたかもしれない。しかし演目を見逃すまいとしていた多くの人たちはそのままひとまず自分の足元に置いていたんです。誰かに命令されてやっていた。もしその中にキャンディーじゃなく、そう、例えば感触玉を放送したものが混じっていたとしたら、それは殺人兵場。パニックになった観客たちは足元のキャンディーを放り出して逃げ惑った。そして足で踏み潰すことで感触玉が破裂して、まるで発砲音と聞き間違うような音を立てる。そう考えれば足元から音がしたことも、複数の観客から硝煙反応が出たことも説明がつくんです。私にはそんなことする理由が。お前にはねえかもしれねえが、お前に関わっている誰かがあったんじゃないですか。なぜなら恋人である桜井さんに頼まれたからだ。桜井さんがあなたにそんなことを頼んだ理由は、偽名。どっちだ。あ、まだあるわ。悪仲間に追われていた。わかった、死んだことにしたかったんだ。そう、桜井さんは仲間割れか裏切りか、何らかの理由で犯罪仲間たちによって追われる立場になっていた。おそらくですが、その追っ手から逃れるため、彼は自分の死を偽装するつもりだったんじゃないですか。 KO。 これについては俺の想像にすぎません。だからあなたに真実を話してもらわなきゃならない。俺は何罪で捕まるんだろう。白石さん、真実を話してくれませんか。公務執行妨害的な、迷惑罪みたいな。私わからない、わからないんです。なんでこんなことになったのか。は？ああ出たよ、泣けばいいみたいなさ。落ち着いて。まずあなたが俺に言った霊能者に彼が怯えてたという話、それは嘘なんでしょ。ごめんなさい、彼にそう言えと言われて、誰かに聞かれたらそう言うようにって。うん、
それで彼は自分の死を偽装するつもりだったんですね。それはよくわかりません。ああ、もうめちゃくちゃだよ。本当です。ただキャンディーを感触玉入りのものにすり替えろとしか指示されてなくて、そうすれば俺は助かるからって。なのに死んだ？なのに彼死んじゃった。本当に死んじゃったから。あ、本当に死んだんだ。彼の指示はそれだけだったんですね。自分が撃たれることは示唆していなかった。何も。ああ、撃たれたのは本当、つまり本当にそれだけでした。この計画を知られていた。だから私、彼が本当はどうするつもりだったのかもわからないんです。なるほど。熊代幽玄祭がラスボスか。ヤグモは天井を仰ぎ大きく吐息を吐き出す。一つの真実は明らかになったものの、事件の全容はさらに混迷が深まった。そのトロー感が吐息とともに宙空へと吐き出されていくのだった。すっきりしねえな。ヤグモ編3話エピローグ。翌早朝、ヤグモたち一行は旅館マス屋の玄関先で出発前の集合をしていた。一葉、マガリはすでに集合しており、残りのメンバーである奏のトイレ待ちである。す、ヤグモはスマホから鳴るメールの着信音に気づいて急いでスマホを取り出す。メーラーを開くとそこには件名お会いしましょう、送信者熊代幽玄祭、ヤグモマックス様、私のことをようやく信じていただけたのこと、とのこと、大変嬉しく思います。どうやら直接あなたとお会いする時が来たようです。明日夜9時、不妊譲りの浜にいらしてください。10年前のプロジェクトについて私の知っていることをお話ししましょう。クマシロ、とうとうお出ましか、インチキ野郎め、もったいつきやがって。明日その面を拝ませてもらうぞ。監督。あ、うん。監督、監督、監督。なんだマガリ。なんだじゃないっすよ。奏さん来ましたよ。これで全員っす。ああ、そっか。んじゃ、そろそろ行くか。すげえ見切れてる。ヤグモは一行と共に歩き出そうとする。その時である。一行の前に二人の男が立ちはだかった。あれ、刑事さん。俺らも行くぜ。どういうわけか、いつになく険しい顔で押し黙っている刑事二人。その様子に困惑を隠しきれない様子でマガリが声をかける。どうしたんすか、二人とも妙にシリアスな顔しちゃって。容疑がかかっている。何かあったんですか。ん、何かあったっつうか、ヤグモに大事な用ができちまったっつうか。俺に？どうしたってんです。昨晩、桜井殺しの凶器が見つかった。 3D プリンターで作成された銃がある場所の藪の中に放り込まれていたんだ。指紋があったとか。 3D プリンター銃、それはまた随分と今風な凶器を。で、だ、早速鑑識が調べてみたんだが、遺体から回収された弾丸と線条痕が一致したのはいいとして、出たんだよ、グリップから指紋が。俺じゃない。指紋？出たんですか。ああ、出たよ。お前のが。お前さんの指紋がな。俺じゃない。のあ、ちょ、ツワノの事件の時お前の指紋も取っただろう。それとバッチリ一致したんだよ。ちょっと待ってください。そんな、バカな。バンナ、そかな。それ何かの間違いじゃないんですか。そうっすよ、
監督が犯人って、それじゃ今度のボーナスどうなるんすか。てんめえ。いや、ボーナスは今いいだろ。クズ。そもそも俺は犯人じゃねえから。あ、そうっすよね。まさかそんなことあるわけが。ヤグモ、君は事件の直前に辰野前神社の長寿屋で被害者と揉めていたな。別に揉めたわけでは。複数の観光客がそれを証言している。それに硝煙反応、そして今度の凶器についた指紋だ。嫌疑をかけるには十分だと思うが。それは、ま、詳しくは署の方で話しようよ。今からお前さん、ただの参考人じゃなくて重要参考人、つまり被疑者ってわけだ。いやー、ゲームオーバー。今は一応任意だが、素直に来るだろう。来ないなら札取らせてもらうだけだがな。しょうがねえな。わかりました、同行します。うなじおごってくれよ。ちょ、監督、監督。大丈夫、やってないんだから平気だ。とにかく行ってくる。そうか、物分かり良くて助かるぜ。それじゃあ行こうか。なあ、いや、ちょっと待ってください。どうせ日帰りってわけにいかないんでしょう。逃げるのか。だったら身支度くらいさせてくださいよ。洗面道具もいるし。ミサさん、それぐらいは。ま、よかろう。5分だ。5分で用意してきな。すみません。絶対逃げるでしょ。それじゃ、すぐに支度してきます。一葉、曲がり、奏で、三者三様の心配そうな顔に見送られながら、八雲は静かに2階の客室へと登っていく。遅いな。三沢がイライラしながら腕時計を見る。すでに八雲が2階へ消えてから10分になろうとしていた。いや、突っ込めや。おい、ケイチノ、様子見てこい。まだグズグズしてやがったら、構わねえからそのまま引きずってくるんだ。すぐに小走りで2階へと上がっていく警視のと待つほどもなく、彼は階段を転げ落ちるように駆け下りてきた。で大変です。言いません。あ、どうした。奴がいないんです。奴が、あ、あいつ2階の窓から逃げました。でしょうね。三沢のみならず、その場にいた全員から漏れる驚きの声。それがただ青く澄んだ空へと吸い込まれていった。カン。